こっち。ポニーテールってほどのあれじゃないんです。下にちょっとチュチュチュって作って、はい。そして、はい、アイラインを引きます。ててててて。昨日のお絵描きのせいでアイラインの出が悪いです。全然つかないんだけど。あ 失敗 失敗治りました。さあ、100ギガ使ってる、家にいんのに。最悪だよ。先月も低速になったんだよね。だって Wi-Fi 切ったもん。画質良くなったって。の、Wi-Fi 切ったもん。Wi-Fi じゃないです。こんばんは。不便なんですよね、低速って。先月めっちゃあったのに使い切っちゃったよね。こんばんは。ギガあげます。ください。プラン変更希望。でも普通にお家で Wi-Fi が難なく使えればそんなことは起きないのです。こんばんは。今日届いた。これ私だよね。私への荷物ですよね。私への荷物です。こんばんは。届いた。届いた。あれ、あれ、腕が、あれ、
腕が届いた、やった緑白だ、かわいい。赤も届いた。赤届いたんだけど、嬉しい。わあ、楽しすぎる。ポイントはあのずんぐりむっくりしてるように見えるんですけど、ノーノー、違います、違います。ちょっとタグは中に入れて、新品なんでね。ポイントは上まで上げること。なんか首ないみたいだけど、白いテープ買ってここに書かなきゃ。どうもポキです。はい、今回です。今回はですね、オナシャス。泣いてやろうか。本当にさ、あのさ、顔だけ出てるみたい。気に入った。あっ、よいしょ。あー、なんかタグがめっちゃ絡まってる。できた。気に入った。私 M サイズ買った。 M サイズでちょうどいい。お話し会できるよ。そうなんです。これのジャージ、カニマイグルは緑の方のジャージを着ます。どっちの色が好きか。うわー、推しサイカラーの緑も捨てがたいし、カジサクさんの赤も捨てがたいし、どっちもお気に入り。赤はいつ着る。
赤も着たいんだよ。今日はあんまり寝らない。本当に唇に色がなかった今日。こんばんは。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。リップモンスター。そうですそうです。12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22。26くらい ハーリップ。もうねダメだよ。みんな2回は2回3回やったらもう数えないんだからね。だって数えてもさあ、正確な数字が出ないんだもん。ハーリップ26くらいハーリップです。ありがとうございます。おこじゃないよ。そんなすぐ怒んないけど。でもほらあれ、この方2回送ってきてるとかさ、考えながら数えるのはさ難しいし、最高は54だって。それくらいだけど、その時も多分2回3回送ってくれてた人がいたから正確な数字じゃないの。難しいね。ひぃ。こんばんは。こんばんは。リップモンスターはね、3番と7番持ってる。今の口のやつは7番。ラーメン無理だよ。ありがとう。今回のやつが一番恥ずかしいと思っちゃうよね。今回のやつが一番恥ずかしかったです。完売すごいね。ありがとう皆様のおかげ。もう3部も完売してくれちゃった。ダウンロードゲーム、あのそうなんですよ、今日からスマホゲームと NGT48 がコラボさせていただいて、でそのイベントに参加して、こう何トップ3になると
願い事が叶うんです。やり方わからない、私も最初わからなかったけど、ね、進めてったら、あ、こんな感じかってなるから、ぜひやってみて。育成系、ちょ、今変な顔してた、かゆいかゆいとか言ってて、で、ギルドに、ギルド、それぞれメンバーのギルドがあって、皆さん私のギルドに入ってくれますか？なんか耳鳴りかする。キーバトルして、そう RPG なの、そう育成して強いのを作って戦うの。こんばんは。ギルド申請中。うわ、ありがとうございます。もうそんなところまで行ったんですか？ギルドは3の8まで戦わないとダメなの。3の8まで行かないといけないんだよ。で、もう行ったの？もう始まってるよ。いうのはずっとやってるんですよ。きっと進めてったらだいぶ分かるようになると思う。今3の12、うわ進んでる。でもきっと今は私の方が進んでるよ。私今もうちょっとさ進んでる。面白いよ、ずっと。もう暇さえあればね、やってるんですゲーム。じゃあ皆さん今どこまで進んだっていうのを言い合っていきましょうね、明日から毎日。そしたら、わーい、わっゆの方が進んでるとかって言うから。ごめんなさい、調子に乗りました。言いませんので、3の8まで行ったらギルドに入れる。そのね、なんかギルドの ID が面白いよね。ギルドの ID がさ KMT なの。やっと来たよ、 KMT を使う日が。きっと皆様KMT、 小文字 KMT ですとかって言ってくれてるけど、そんな KMT を使うさ機会なかったじゃないですか。でもね、今回ギルドのね ID が NGTKMT1 っていうのがね ID なの。やっと KMT って入力する日が来たよ。皆さん、小文字 KMT の皆さんはきっと私のギルドに入ってくれることでしょう。
イベントページから、イベントページの URL からアプリをダウンロードしてください。そうしたらイベントに参加できます。こんばんは。あ、こんばんは。早速ゲームやってるよ。あ、ありがとうございます。なんか特典がすごくてね、新潟日報さんに掲載させていただくのとか、願い事を叶えてくれるらしいです。私は駅にあれなんだっけ、駅にゲーム広告として掲示していただくっていうね、夢を持ってやってます。皆様ご協力よろしくお願いします。ポーの看板、そうそうそう、ゲーム広告、トップ3だったかな。ゲームとコラボ企画、そうなんですよ。いて、NGT48 がコラボさせていただいてるのでね。3位までに入ったらそうなる、そうなんです。今日もあったかそうね。寒いのでちょっとブランケットをかぶってます。鼻がなんか空気が寒くて息をすると鼻が冷たくなってる。3位までがトップ3が夢を叶えてもらえるっていう、なんかそれぞれ雑誌のレイさんに載させん？の乗りたいっていう夢の人もいるし、あとバースデー広告を夢にしてる人もいるし、私はゲーム広告を駅に掲示していただきたいっていう夢でやって、夢を叶えてもらおうと思って、それを目標にやってるんですけど、私はもうハマったらずっとそればっかりやっちゃう人なので、ぜひ頑張りたいと思います。どこからダウンロードするの？イベントページがあるかと思います。ゲームのイベントページがあると思うんですけど、強敵多いから大変だけど頑張る。ありがとう。凝り性だから、なんだろう、ずっと、はい、これ
好きだな、これやりたいなって思ったらずーっとやっちゃうよね。うん、仕事終わったら確認します、ありがとう。こんばんは、ゲームのイベントページの URL からダウンロードをお願いします。でもほら皆様ゲームって最初の方は説明があるじゃないですか、ここをこうやったらこうなりますよとか、なんだっけ、こういう遊び方ですよっていう説明、それを見たらわかる、きっとわかるよ。とりあえずダウンロードだ。私スタバいつも同じ飲み物じゃないですよ、こないだあったかいの飲んだし、どっちかっていうと期間限定ものを飲みますよ。写真撮る前に捨てちゃったけどね、そう忘れちゃった。でもなんかお持ち帰りにしたから、フラペチーノみたいに透明なケースじゃない、入れ物じゃないです、フラペチーノみたいに透明な入れ物じゃないじゃないですか。フラペチーノだったらイチゴだったらピンクとか、キャラメルだったらちょっとキャメルみたいな茶色とか中身がわかるけど、ホットに関しては全部白で覆われてるから何が入ってるかわかんないんですよね。写真撮ったところでホット頼みましたっていう感じ。こんばんは、なんか今日頭回らない。中見えない、そうですよね。だからホットの飲み物はスタバの、お店の中で飲んだ時に取るのがいいですね。カスタムは一番最初はそのまんま飲みますけど、焼き芋のフラペチーノの時すっごい私ハマって4回とか5回とか飲んだんですけど、その時は低脂肪ミルクにしたり豆乳にした、じゃあアーモンドミルクにしたり、ホイップクリームの上に蜂蜜をかけてもらったりしました。こんにちはじゃない、こんばんは。あとなんだっけ、ホワイトモカ、ホワイトモカはキャラメルソースを上にかけると美味しいよ。でもそういうレベル。チョコをかけたり、私チョコチップが好きなんですよ。ほらまた食べ物飲み物の話になっちゃってる。
抹茶の抹茶クリームフラペチーノの豆乳変更にしてチョコチップ追加、クリームの上にチョコソースとチョコチップをかけてもらって、チョコ尽くしの抹茶フラペチーノにしたりはする。そう、チョコチップ好き。食べ物の話がね、もうそうなの。メールもそうだしね。豆乳にするんです。そうそう、なんかまろやかになるんですよ。ダウンロードできました。ありがとうございます。抹茶かチョコどっちが強いんだろう。なんかでもバニラクリームフラペチーノとかダークモカチップクリームフラペチーノとかよりは抑えめチョコ。あわいはモテるのが好き。ありがとう。ちょっと待って。鼻が寒い。ダウンロードありがとう。投入するんですね。投入を投入します。こんばんは。木本さん人気あるね。どこからそんな情報。いやないけど。こんばんは。こんばんは。ちょっと恥ずかしいからやめて。ごま豆乳ですね。ほんと今日ごま豆乳鍋に しようかってママと話してた。夜ご飯でも違った。豆乳を豆乳って聞こえたんだけど言ったもん。え、皆さん何鍋が好きですか？私はね、また鍋の話？食べ物の話好きだね、みんな。ごま豆乳が好きですか？すき焼き、おー、キムチ鍋、カニ鍋、カモ鍋、水炊き、ミルフィーユ、ちゃんこ鍋、チゲ鍋、おー、もつ鍋ね、はいはいはい。もつ鍋いいね。私はミルフィーユは絶対好き。ポン酢で食べ、ちゃんこ鍋、おーおお、トムヤムくん珍しい。渡辺が好き。なんかぶっこんできた。しゃぶしゃぶって鍋、
私はごま豆乳が好きなんですけど、こだわりがあって、私あんまり白菜が好きじゃないんですよ。でもキムチとか白菜のお漬物は好きなんですけど、白菜があんまり好きじゃないので、キャベツにして、でお肉はだいたい鶏肉で、えのきとたけのこと、長ネギと、たまにもやし入れます。春菊ユーモ苦手椎茸食べれますよ。白菜ね、なんかちょっと味と食感がやだでも食べれなくないんです。食べれないわけじゃなくて、んーだったらキャベツにしたいって思っちゃうの。だからなんか食べれないものはないけど、好んで食べないものは多い。だからそのね、えのきをね、しめじにしたらダメ。しめじは食べたくない。あんまり食べたくないんです。世間は好き嫌いというの、え、でも嫌いってさ、度合いがあるじゃないですか。別にあのそれ食べてくださいって言われたら食べるし、食べれないわけじゃないから、それは嫌いではない。好んで食べないだけですしめじ美味しい。しめじ苦いんです。しめじ苦いっていう私の意見に賛同してくださる方はいらっしゃいますか？しめじは苦いよーっていう人、うわ、いた、あー、ありがとう。私これあんまり賛同してくれる人いないから苦いよ。癖ありますよね。大人になって食べれるようになったもの、カレーライス、多少ショートケーキ、ハンバーグー小さい頃苦手だったものたち ピーマンは大人になってから食べれなくなりました。昔は好きじゃなかったんです、カレーとショートケーキとハンバーグ。今でもあんまり、ショートケーキは、ショートケーキ
ケーキ一つ選んでって言われたらガトーショコラを選びます。生クリームがダメなわけじゃないです。味覚が子供に戻ってる。そうなんです、苦味に弱い舌です。無限ピーマンとかめっちゃうまいよ。だってわー絶対やだ。私昔からずっと好きなのはイカの塩辛とウニと、あのホタテを乾燥させたみたいなやつと。それはもう保育園の時から好きです。ゴーヤもダメ、セロリも食べれない、チンジャオロースなんて頼まない。もうお店行ったら、だったら中華料理屋さんでしょ。餃子頼むし、小籠包頼むし、ホイコーローも頼むし、エビチリも頼むけど、チンジャオロースは頼まないです。うん、こんばんは。イカの塩辛って美味しいよね。今日もね、夜ご飯どうしようって思って松前漬け食べた。なんかそういうのが好き。八宝菜はねえねえねえ、なんでわかるんですか、私が苦手なもの。八宝菜もあんまり好きじゃない。サーモン塩辛大好き。私きっと世の人が苦手な人多いだろうなっていうものが好きです。サーモン塩辛めっちゃ美味しかったな。セロリ食べれません。五目うま煮麺は食べたことないかもしれない。麻婆豆腐好きです。人参許せない。ブロッコリーは大丈夫です、食べられます。よし、やあ、水菜はいけます。人参大丈夫、らっきょうも多分大丈夫、ピクルスも大丈夫だけど、あんまり好きではない、好きの部類ではない。キノコ類はしめじだけは本当に食べたくない。
だから好き嫌いはないんですって、食べれるんですけどガリは食べられません。エリンギ OK。 好き嫌い多くないですよ。最近ハマってる食べ物はスティック状のサラダチキン。なめこ好き。生姜が、きくらげ好き。何味のチキン、スモーク、ハーブ、プレーン、何でも。スティック状のやつを手が汚れないようにきれいに食べる。苦いのが苦手。うんうんうん、そうなの、苦いのがダメ。ブラックコーヒー好き。パクチーはね、なんか食べず嫌いだったんですよパクチー。でも絶対苦いのダメだし癖あるの苦手だからダメだろうって思ってたんですけど、スモがパクチーサラダ食べてたからちょっともらったら、まあなんかおーって感じではなかった。まあ食べれるけど食べない。なんか言うほど拒絶反応は起こさなかったですね。いかんいかん。チョコミント大丈夫、なんなら大好き。パクチーって本当に極端に好き嫌いって分かれるんだなと思って。ニラ大丈夫。え、何これ。私に、私の嫌いなもの当てクイズ。みょうがって食べたことないかも。ハーブ、ハーブ味とかハーブソルトとかはいい感じ。麻婆豆腐食べれる。じゃあ、白ご飯、白ご飯に一番合うおかずを言ってください。うん、待って待って。タルタルソースっていうの聞こえ、どういうこと。違うの、あのおかずだよおかず、あのお供じゃなくておかず。例えば唐揚げとか、唐揚げとか餃子とか、卵焼き、ニリノと同盟組める、塩鮭、唐揚げ、あー鮭、えっラーメンにご飯。こんばんは、タレカツ、あーいいね、鮭人気ね、鮭人気。そんな鮭好きなのみんな。
待って待って、私同じ人いた、朝はグミしか食べないからな。うわ一緒。ゆな今日でも朝ごはん食べなかった。こんばんは。私お菓子ばっかり食べてるの、朝昼。私一緒の方いらっしゃったよ。私が一番ご飯に合うと思うものはお刺身お刺身だと思う。鮭の皮は食べれますか？なんなら残してる人のを奪って丸食べます好きです、鮭の皮大好き。ご飯にお刺身。お刺身、じゃあ何が好き？ゆうはね、鮭の皮残しちゃうの？じゃあちょうだいよ。ゆうは大好きだよ、鮭の皮。わーわーわー、いいねいいね。寒い寒い寒い、どんどんこっちに寄ってきた。寒い。いいですねいいですね。ご飯に合うお刺身でしょ。うーん、楽しい。これ甘エビ好き、ブリ大好き。あーいいね、ブリ好きだよ。ハマチとかブリとか好き。甘エビね、私はね、いっぱい選んでいい？一個だけ？これこういう話をするとお寿司屋さんで頼むネタになっちゃうんだけど、まずはカニは殿堂入りね。カニとかカニ味噌は殿堂入りだとして、ブリでしょ、エビ、赤エビとか甘エビとか、蒸してないやつの方が好き、エビはね。あとつぶ貝、バイ貝、つぶ貝、バイ貝、ホタテ、そんな感じ。イクラとウニはさ、お刺身っていう？つぶ貝、赤貝、ホッキ貝貝類大好き私ね、光り物はね、アジが好きですよ。イワシよりアジ派だった。縁側はね、なんかお寿司屋さん行ったら、そのキャパが6皿とか5とか6皿だとしたら、その6分の1に入れないのよ。
だからその6はアジ、ハマチ、アナゴ、エビ、貝、カニ味噌とか。え、6。これがね、私が10皿とか10皿今日を食べれるお腹を持っていたら食べるんだけど、だからシャリを抜くのかそうなの。でもね、なんかいろいろ食べたくて、カニはそのままシャリ入りで、シャリありで食べたし、アナゴもシャリありで食べたし、でも全部シャリ少なめにしたとしたけど、あとはハマチもアジもシャリありで食べたけど、バイガイとなんだっけ、バイ以外となんかはお刺身状態で頼んだ。そう、シャリ少なめにするの。なんか何ですか、何なんか何お寿司屋さんのお味噌汁ってなんであんなに美味しいんだろうね。厚焼き卵、うわーいいよね、厚焼き卵美味しい。え、お味噌汁だったら、エビのお味噌汁もいいね。でも私あれが好きだよ、アオサのお味噌汁。アオサ好きすぎてお家でなんかちょっとお湯入れるだけでできるインスタントのお味噌汁とか買って、で青さの乾燥青さみたいなのも買って、すっごい大量の青さを入れてね、お味噌汁作るんだよちょっとお値段のするさ、お寿司屋さんとか行くとさ、問答無用で お味噌汁出てくるじゃないですか。それって大体エビじゃない？エビのお味噌汁、ああいうのはたまに飲むから美味しいんだよね。ちょっといいとこで飲むっていうね。こんばんは。こんばんは。あら汁ね、骨があるか。生牡蠣って私あんま食べないな、怖くて食べられない。20から30皿くらい食べてそう。どういうこと、どういう意味それ。食べそうな顔だなっていう意味。
そう、当たるのが怖くてね。ずっとラーメン食べてたから明日お寿司にする。ゆうもお寿司食べたいって言ってみようかな。食べそうではある。ねえ、なんか本当に失礼なんだけど、なんでさちょっと肩幅広いのとか足がすごい筋肉質で体型が気になるからシャリ少なめにしててとか、お寿司食べに行ったけどお刺身にして食べたんですとかってさ、お話ししてるのにさ、食べそうってさ言うのもうさわかる、食べそうだよね、わかるわかる言うのも自分がそちらで見てる人だったら自分をね、うん、食べそうだなって思うもん。うんめっちゃわかる食べる食べるみんな20から30皿食べそう怒ってないわ。でもちゃんとキャパはあるよ。お菓子は大量に食べれる自信がある。バンヤ汁美味しいよね、わかる。ゆうもバンヤ汁好き、行ったら絶対飲む。ね、切れてないし怒ってもないからねもうそうやって私全然怒ってないのに、ないし笑って、わかる、めっちゃわかる、食べそうだよねって言ってんのに、皆さんがそうやってめっちゃ怒ってる、めっちゃ切れてる、超あガチギレ、超怒ってるとか皆さんが追い打ちをかけてくるんです、ね、わらわらわらで、みんな連番しないでよそうやってみんなが、あーガチギレだ、超怒ってるって書くから、本当に怒ってるのかなって思う人もいるかもしれないのに、もうやめて、全く怒ってないんだから、ガチギレじゃないんだ、あいだなんか大食いしたい大食いチャレンジ、大食いチャレンジさせてほしい。何が一番食べれるんだろう。それこそお寿司じゃない。だいたい大食いって時間ちょっとあるよね。何分とか。でもこれは15分とか20分とかでできるだけたくさん食べてください方式だと食べれないけど、1時間でとか
45分でとか言われたら、めっちゃ高速で食べてちょっと休憩して、またちょっと食べてちょっと休憩して、デザート挟んでちょっと休憩して、お味噌汁飲んでちょっと休憩して、はいもう一回お寿司食べて、ちょっとフルーツ挟もうかなとかやったら、3期でやる、3期で大食い対決する デザート挟んでったら食べれるようになると思うよ、ゆうな甘いもん大好きだもん。それってどうなんだろう、私がさお寿司が食べれるからってさお寿司で対決してでもさ、それは公平じゃないでしょ。だからあれなのかな、それぞれが食べたいものを食べてグラム数とか、ちょっと優勝狙うわ、そこだ、それだったら グラム数とかだったら、ね、平等かな大食いやりたい。3回戦とかあって料理違うとか、ちょっと待って、それはさあ同じ日にってこと？別な日？お肉か。1キロの何食べる？カニ。あ、待って、ウニも捨てがたい。多分早食いはダメだけど、大食いはいける。ウニは軽いか、そっか。でもウニ1キロ食べれたら幸せじゃないですか。本当にね、2日前くらいに思ったの、うわ大食いやってみたいって。なんでか、だからやっぱり好きなものをどれだけ多く食べれる、重く食べれるかって。あ、そうそう、唐突に、なんか大食いの動画でも見てたのかな、わかんないけど、なんか2日前に、わ大食いやりたいなって思った。どれくらい食べれると思う私あ、でもお寿司20から30皿食べてそうって思われてるってことは、めっちゃ食べそうって思われてるってことでしょ。おー、いいね、わかる、ウニ好き。おいしいもの腹8分目。あー、絶対 9.5 ぐらい入れちゃいそうだわ私。ウニは少しだから美味しい。そんなことないよ、もっと食べたい、もっと食べたいってなるもん。フェイスペイントみたいにいきなりやりたくなる。そうなの、いきなりやりたくなっちゃうんだよね。だっていきなり漫画読みたくなっちゃったり、いきなりはっ、って思い立って、あのグミを買い集めたりするんだよ私。本当にどうかしてる。
なんかね、今ね、今食べてるグミはね、日本エールのご当地の果物を使ったグミ。いろいろあるんです。リンゴ、冬雪リンゴみたいなのとか、南高梅とか、さくらんぼとか、外固めの中ちょっとジュレ系。梨とかビワとか、ヒューガナツとか、なんかそんなのがあって、その県、都道府県ごとのグミなんです。おいしいよあ、マンゴーが、マンゴービワが好きだったの私。さくらんぼも好きだった。ビワ癖ある？ユナビア大好き。コーラアップってグミ好きです。めっちゃわかる。美味しいよね。グミってお腹にたまるよね。たまるけど無限なんです、私。ちょっと調べてみてください。日本エール、日本エールだよ。もう1時間半ずっとひたすら飲み物食べ物の話をしてましたね。ピュレグミが好きです。はい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 、私もピュレグミが大好き。1番2番争うくらいピュレグミが好きです。これ語り始めたら多分ずっと話せる、食べ物の話なんて。だってさ、お寿司のネタでさ、こうやって話してさ、この間もお寿司のネタの話したよね。したけど、お寿司のネタもそうじゃ、お肉系で何が好きですかとか、飲み物系は何がいいですか、チョコだったら何ですか。これやってったらもう本当に本当に本当にずっと喋れるよ。でも時間がないから今度にする、今度にするよね。一日中ショールームやってそう、なんかできそうですよね。私ずっと喋ってるよね。ちょっと待って、抹茶オレ飲むとか言って抹茶オレ飲みながらショールーム。ちょっと今日は食べ物について語りますって言ったらさ、誰も来なかったりしてまたまたポキ食べ物のことについてずっと喋るんだ、あのショールームって誰も見に来ない。やだ、予告なしで喋ろやだ、優しい、そんなことないよ、付き合いますよ、だって食べるの第一よ、だって優しいね、みんな
すいません。ちょっと私話したいことあったのにさ、ダメだったわ、喋れなかった。体重計用意して待ってる。ちょっと 待たないでもらっていいですか。あの違う、あれです、あれです、あの歌唱力のユニットの話をちょっとしようかと思ったんですけど無理でした。食べ物の話で終わっちゃった。すいません、明日話します。すいませんでした、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。だって10時までなんだもん。待って待って。はい、すいません、明日ユニットの話をちょっとします。次回の木本優奈のショールームは、プキンプキンプキン。では壇上を読ませていただきます。13位春5073、ありがとうございます。12位音速の貴公子さん、ありがとうございます。11位まこえもさん、ありがとうございます。10位海人兄さん、海人兄さんかな、兄さん、ありがとうございます。9位レックスさん、ありがとうございます。8位突破級さん、ありがとうございます。7位パックさん、ありがとうございます。6位ひろいちさん、ありがとうございます。5位としさん、ありがとうございます。4位かずさん、ありがとうございます。3位まささとうさん、ありがとうございます。2位れんきちさん、ありがとうございます。1位あべべさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。皆さんの好きなお寿司のネタありがとう。あ、お刺身だった、お寿司じゃなかった。ゲームやろうっとだって。皆さん、私もゲームやるわ。あは、あ、危ない。危な、うん、おやすみ。あ、今日も一日お疲れ様でした。明日お仕事の方いらっしゃるの？ブリって今今、明日お仕事の方頑張れ、おやすみ、ごきげんよう、バイバイ。ユーモブリ、バイバイ。あー待って、やだ、終わりたくない、バイバイ。バイバイ。